草軽交通株式会社は長野県北作郡軽井沢町に本社を置くバス事業者である東急グループの参加であったが2009年9月30日をもって離脱した前身は草軽電気鉄道で鉄道路線が全廃してから4年後の1966年に現社名に変更した2001年にタクシー部門を売却観光 貸切バスを草刈る観光バスとして分社化したので、一般乗り合いの路線バスの運行が中心であったが、2009年9月30日をもって東急グループから離脱したため、乗り合い、貸切とも扱うバス事業者となった。下記には、軽井沢を奇襲点とした定期観光バスも運行している。バス事業の他に、数件の売店、貸し自転車店、 自動車整備工場などを経営しているほか、軽井沢町内の別荘管理などの業務を行う。草津温泉にあった草津温泉ホテル東急、伊香保温泉の伊香保東急ビラは、草軽交通が経営していたが、前者は2005年9月30日、後者は2007年3月31日をもって、それぞれ経営から撤退し、前者はマイステーズホテルマネジメントの、校舎は、 大江戸温泉物語の経営となった。白根山をバックに坂を登ってくる、急行草軽線急行軽井沢駅、雪三笠通りの松並木を行く、北軽井沢線北、軽井沢雪とうもろこし畑の脇を行く、長野原線長野原草津口雪新緑の中、摂晶河原の付近を行く、白根火山線白根火山雪現在は、軽井沢本社営業所のみ。以前は、 草津営業所、北軽井沢営業所があった。草軽交通本社車庫で待機する乗り合い用車両車両の陣用は2020年1月25日、現在。ありがとうございます。